わお。さあ今回ですね、ちょっと僕からの発信を皆さんにしたいなということで、題して実は美味しい隠れコンビニ飯、ちょっとこちらをね皆さんにご紹介したいなと思って、今回シリーズ化したいなと思ってます。皆さんコンビニでご飯を食べることよくあると思います。お弁当コーナー行きますよね、パン買ったりとか行きますよね。僕まずそこ行かないです。僕が行くのはそういうメインのザ・お弁当っていうところじゃなく、例えばね文房具の向かいにある調味料コーナー、そこにね実は美味しい商品があったりするわけですよ。で記念すべき第1回目、何を紹介しようかなと迷ったんですけれども、まあやっぱり自分が一番好きな食べ物をね紹介したいなと思いまして、今回こちらご用意しました。おかずになるメンマ、これセブンイレブンで売ってるんですけれども、見たことあります？こういう瓶詰めの商品、結構コンビニにも、まあ、スーパーのような感じで置いてあって、もうそのまま白いご飯と一緒にもう食べる、おかずにそのままなるっていう商品なんですけど、セブンイレブンの一目惚れ、メンマをねこう豪快にのせますよ。これ分かるかな、このラー油がこのお米の表面につく、ここ分かる？分かるかな？この色が変わるのがね、僕すごい好きなんで、ちょっといただいちゃいますね。うん、うまい。混ぜご飯にするとちょっとそれはそれで美味しいので、ちょっと塩とかねかけて食べると、またね、これもちょっと一味違ったおにぎりとかできる、すごい美味しいんですよ。でこれ150円程度で買えちゃうので、でね、ご飯も安く買えるんで、本当に手軽に美味しいご飯が食べることができる。皆さんもね、よかったら食べてください。じゃあまたこのシリーズね、ちょっと続けていきたいと思うんで、皆さんよかったら見てってくださいね。お願いします。実は美味しい隠れコンビニ飯、みんなからもおすすめがあればぜひ教えてくれよな。